東京五輪も終わり国内。米国ともに女子ゴルフが再開された。いつもであれば国内女子ツアーの展望を。青、キセレーナのコーチを務める大西翔太氏に語ってもらうが。今週は青木が海外女子メジャー、AIG 女子オープン全英に出場。大西氏がそのキャディをするということで、 特別編として、コースの状況。そして一緒に練習ラウンドをしたという支部のひな子。原恵リ花の状態をリポートしてもらった。前衛なりの戦い方が必須今年の舞台は、スコットランドのカーヌスティゴルフ・リンクス。前衛女子は2度目。前衛オープンに至っては8回も開催されている。 なんといっても1999年大会。フランスのジャン・バン・デ・ベルデがダブルボギーでも優勝という状況で迎えた最終ホールでクリークに捕まりタイトルを逃した。いわゆるカーヌスティの悲劇は今も語り草になっている。そんな日本にはないようなコースを回り。最高に面白いですね。 東日市の声のトーンも高い。フェアウェイが硬くて、グリーンは柔らかめ。風が吹かないと優しいのですが、吹いた途端に一気に難しくなる。二日間回って感じたのは、午前中はあまり風が吹かず、グリーンが柔らかいので、そこでしっかり伸ばしたいということ。 午後からは強くなって、グリーンも固くなりますと。早いスタートの日のプレーをポイントに挙げた。そのグリーンは、縦長の形状のホールが多く、手前からは下って、左右。そして、奥からは放題になっているところが目につくという、外してはいけないところの見極めも大事ですが、 どう寄せるかのイメージをつかめるかも鍵になりそうです。ウェッジではどうしても寄せづらいところが多い。青木さんはパターだったり7番。8番アヤンで転がすことが多かったです。アプローチ練習場ではフェアウェイウッドやユーティリティを使う選手もいました。そういうのがスタンダードなのかなと思います。そして、 前衛ならではといえば外せないのが、ポットバンカー。昨年大会では、上田桃子が一度も入れずに72ホールを回りきる、ことで、海外メジャーでのキャリアハイとなる6位に入った。練習ラウンドで一緒だった飛ばし屋のレクシー、トンプソンですら、入りそうなところではアイアンで刻んでいたくらい入れては、ダメです。 入ってしまったら良くて出すだけ。横に出すことができればまだいい方で。最悪アンプレイアブルということも、入れないマネジメントが大事。フェアウェイが硬い分、ラン外上に出るので、その計算も大事になってきます。逆に言えばそれが徹底できれば、 予選通過もできるかなと思います。渋野ひな子は曲がってない。月曜日。火曜日と2日間練習ラウンドを共にした渋野ひな子について。大西氏は上に行けそうな雰囲気を感じたという。スイングの振り抜きが良く。ボールも飛んでいます。何よりも曲がっていないのがいいですね。 とショットの良さが目に入ってきたパターについても、渋野ひな子さんの良さが出てきていますね。狙ったところに、決め打ちができてると、校長と見ている。グリーン周りでの寄せ方について、渋野ひな子は、ウェッジ3本を基本的に練習していたという、もともと転がすアプローチのイメージが出る選手なので、 ウェッジが合っているのだと思います。その中でも3本を。それもボール位置を変えるなど様々なバリエーションを試していましたと話す。原エリハナは流れに乗れば上位に。一方、1日一緒に練習ラウンドを回ったという原はイケイケな感じと評する。すごく距離が出ていましたね。 前衛ならではのコースでも豪快にショットを打っていました。クラブを上から打ち込める選手なので、下が硬くても問題ありません。しっかりとターフが取れていました。難しいライアーいろいろな芝が混ざったラフでも大丈夫そうです一方で前衛ということで、こんな工夫も、手を低くして低い球を打つ練習。 ライン出しみたいなショットもやっていましたね。そしてグリーン周りはパターで寄せる練習を多めにしていたという。もともと勢いに乗ったら手がつけられない選手。持ち前のパワーがあれば、スコットランドの難しさも切り抜けられると思います。スタートダッシュでいかに乗れるか。そこが原さんのポイントだと思います解説。 大西翔太、大西翔太、1992年6月20日生まれ。名門、水木高校ゴルフ部出身。2015年より、青、木セレ奈ナのキャディ兼コーチを務める。16年にはキャディを務める傍ら PGA ティーチングプロ会員の資格を取得した。ゴルフを、 メジャースポーツに土日や情熱を燃やしている。21年には渋沢理恵とめともコーチ契約を結んだ。プロゴルファーの大西葵は実の妹。次のオーディオビデオでお会いしましょう。海外女子メジャー AIG 女子オープン。 全英女子オープン事前情報カーヌスティ GL スコットランド6850ヤードパー72女子ゴルフの今季メジャー最終戦 AIG 全英女子オープンは19日日本時間同日午後から A カーヌスティ GL で開幕する日本勢は畑岡那社のほか、19年大会覇者の渋の日向子ら7人が 出場する19年大会を制した渋野日向子は日本人初のメジャー2勝目を目指す3週前の楽天スーパーレディースから2週間の調整期間を経て現地入り全開発者として臨んだ20年はリンクスコースの洗礼にも相いじにオーバーで予選落ちしており去年よりはもう少しゴルフ能が良くなっていると思うので 予選通過できたらいいなという感じですあくまで控えめに自身9度目のメジャーで再び飛躍を狙う前衛女子の舞台カーヌスティにある世界で2番目に古いゴルフショップ笹生ゆか畠岡那社。渋野日な子ら7人の日本勢が出場する2021年のメジャー最終戦の舞台 カーヌスティー男子全英オープンの会場の一つでもあるスコットランドの名門コースのそばには現存する中で世界で2番目に古いというゴルフショップがあるシンプソンズゴルフショップがオープンしたのは1883年最古であるセントアンドリュースのお店ができてから数年後のことだったという 創始者は八十四年に全英オープンで優勝したジャック・シンプソンの弟、ロバート、クラフトマンで、コース設計家でもあった人物で、近隣のゴルフクラブに勤めたことが開店のきっかけだった。ヘッドカバーやボールマーカーには、もちろん、カーヌスティの文字が刻まれ、ゴルフウェアの他には、 年代物の用具が並ぶ、100年以上前に作られたヒッコリーのクラブも売り物でそれぞれ説明書きが添えられているから見ているだけでタイムスリーップしたような気分になる天井を見上げるとキャディバッグにつけるネームタグが所狭しと吊るされている。 世界中から来るゴルファーが当地を訪れるたびにお土産として持参してくれたものだという次のオーディオビデオでお会いしましょう。